集まれ動物の森でスタンドマイヒーローズをやってみた。気になる QR 公開は番組後半で。お楽しみに。さーて、今回は告知も込めてこちらのエピソードをご紹介しましょう。何を持ってくる、舞台は捜査企画課マトリの本拠地となっています。ねえ、無人島に持っていくなら何がいい？おや、どうしたんですか突然。いや、最近ゲーム内で無人島に遊びに行くって話をよく聞くからさ、例のあのゲームですね。流行に乗るのも大事かなって。あのゲームか。うん、俺はやっぱり好きな子かな。らしさ出てますね。好きな子がそばにいればどんなことでも頑張れるんでしょ。はあ、よく臆面もなくそういうこと言えますね。臆面もなくってのはね、ズーズーしくってことね。なるほど。何もない無人島で共に危険を乗り越える、吊り橋効果も狙っているというところですか。うん、あーダメ、やっぱなし。大事な子を危険にさらすわけにはいかないや。てな感じでみんなはどう？もちろん俺はやはり実験器具を持っていきたいですね。根っからの研究者気質なんでしょうね。無人島ともなれば人の手が加わらない新たな発見が望めるかもしれませんし、光太郎さんらしいっていうか、なんていうか、俺はテントですね、一番必要だと思いません？まあまずは寝床ってところか。ん？そうか、火や水の方が重要だと思うが。それはその辺は工夫すれば少ない労力でどうにかできる自信あるんで、まあ火とかもね自分で起こせるし、水は現地にありそうなものだしっていうところか。でも家を建てるのは結構体力使うんでパスですね。まあ確かにね、自分の得意を生かせるものを持ってくっていうのはいい考えかもしれませんね。なるほど。確かに運よく雨風がしのげる場所があるとは限らないしな。うん、確かに建物があるとも限らないしね。そうだな。となると俺はナイフのセットだな。雨風をしのげる場所を確保するのにも、食料や飲み水を確保するのにも使える。そうか。なるほど、いろいろな考え方があるね。そう言われるとなかなか一つには絞りづらいな。今王子はどうだ？うーん、僕ですか。そうですね、船でしょうか。あー、なるほどね、全部を一括する、もうこれ答えじゃないですか。船、雨風をしのげる場所も食料や水も珍しいものの保管場所も全部確保できますし、確かに、うん、そしてね、ここから脱出することもできちゃうってことだもんね。好きな子を安全に保護することもできますから。あ、こういうところスタマイらしさですね。その手があったか。さすが船持ち、発想が違う。そう考えて思わずうなるマトリの面々なのでした。ということで、今回こちらをご紹介したのはこのスタンドマイヒーローズをコンセプトにした集まれ動物の森のライブ配信を今度やろうかなということで、まあ、そのご紹介動画でございました。まあ、その準備シーンなんかもね、動画にまとめましたので、そちらをご覧ください。どうぞ。すべてはこの時から計画は始まっておりまして、まあ、集まれ動物の森をやったことない人にも説明をいたしますと、無人島に移住をするというのがね、一つテーマになっているんですけども、まあそれにあたって主人公の名前はハッタリヨーでやらせていただくことになりました。そこでね、まあ島の名前なんかも決めたりするんですけども、そのためにここで口裏合わせをどんどんしていくことになります。こちらのたぬきちさんという人がこのね、たぬき開発の社長ということで仕切っている、まあ、重要人物であるんですけれども、まあ、ここの反抗勢力としてこの島に乗り込むことになりました。まあ、そんなストーリーをお届けできればと思うんですが、こうやってね、住人ヘルツ、そしてね、キャンベラといるんですけれども、この2人にも
もうこうやってね、すり合わせておきまして、島の名前を決めていくことになるんですけれども、やっぱりね、ここでね、事前に接触しておくことが重要でして、まあそれにあたってね、こうやってキャンプファイヤーをやっていくんですけれども、キャンプファイヤーが楽しみだなとかね、大仕事が待っているぞみたいなね、話をね、住人たちがしてくれました。そして無人島生活開始の挨拶をしてくれているわけですが、たぬきしさんにとって無人島移住パッケージは一世一代の新ビジネスだそうでして、まあそれをそう簡単にうまく活かせるわけにはいかないというのが今回の裏の目的でございます。でね、この島の名前を住民たちで決めましょうというのが、まあ今回のお話でして、まあそれにあたって裏側ですり合わせてきたっていうのがね、ここまでの破壊工作の意味でございます。じゃあみんな一斉に名前を発表しようということでいきましょう。せーの、赤いキツネっていうね、反抗勢力として赤いキツネっていうね、言ってみたということなんですよね。でね、ここで他の住民たちがみんな赤いキツネって言ったら、なんかね、グルだったのかって怪しまれてしまうから、ここまではいいんですよ。ここね、意見バラバラにして、ここからが民主主義、多数決にね、持っていくことが作戦でした。さあこれでね、過去のね、この映像が生きてきますよ。新生活の舞台もこれで決まりましたね。キャンプファイヤー楽しみだな。いやみんなこうやってね、早速の大仕事じゃないかとね、これが大仕事でございますよ。こうやってすり合わせて、ここからが重要ですよ。この中から順番に名前を言うから、賛成なら拍手をするということでね、まずは私の案から、拍手を頂戴しましょう。ここでね、みんなが拍手してくれれば作戦成功ですよ。いやー素晴らしい。このね、たぬきさん以外全員拍手することがやっぱりね、完了しました。これ出来レースなんですけれども、いやでもね、豆吉、粒吉でさえも拍手させることが重要でしてね、これ賛成ですと言ってくれました。こうやってね、舌を変に育ててしまうと信仰宗教が悪い方向に行ってしまいますから、こうやって赤いキツネとね、皆さんね、乾杯とね、明るくスタートということでね、でもこういう風にやっていくと、まあこの後ね、いいことばかりじゃないっていうのもお届けすることになるんですが、まあ最初はね、こういう初日の夜はうまくいったということで、とりあえず祝杯をあげていきましょうというのが、まあ初日の出来事だったと。で、その後、たぬきちさんがこうやってね、声をかけてきてね、不穏な動きをしてくるんですよ。今回の移住パッケージのために開発した我が社オリジナルスマホ。これでね、なんかもう位置とかも把握して全部を管理されてしまうんですよね。そしてこの笑顔で渡すのが請求書です。いやー、渡航費、人件費、設備費、スマホ代、もろもろ合わせて合計49,800ベルになります。何この笑顔っていうね、感じなんですけれども、ここから復讐劇が始まってくるわけですよ。やっぱりね、タヌキ対キツネの戦いっていうのはね、どんどん進んでいくわけですが、さらにね、マイルという仮想通貨のシステムまで設けてきまして、この5000マイルで払わせてこようとね、もうどんどん手のひらの上で転がせようとしてくるんですよね。この熱き戦いっていうのがどんどん進んでいくわけですが、まあ5000マイル仕方ないんで集めました。これを払いに来たんですけども、まあこの笑顔ですよね、当然ですよね。自分の仮想通貨がどんどん溜まっていくわけですから、この不景気に。そしてね、5000マイル確かに渡しました。いや、これでね、もう見事解決ですよってね、思うところなんですが、あ、そうそうとね、嫌なことを思い出すわけですよ。ハッタリオさん、テント生活の具合はいかがだなもとね、こんなこと言ってくるなんてずるくないと思うんですけど、当然ね、快適なわけがない、いまいちかもと答えるわけですが、このプランは不便を楽しむコンセプトというね、いきなり変なヘリクスをね、こいてくるわけですけれども、テント生活が我慢できないなら、この移住パッケージはご希望の方にはマイホーム建てるオプションサービスも提供させてもらうみたいなね、そんな話を急に言ってきて、98,000ベルのローンを組ませてくるっていうね、ローン地獄にどんどん追いやってくるっていうね、この不景気に何言ってんのって感じはするんですけども、でもね、家を建てないことには快適に生活できないんじゃ、まあ仕方ないだろうということで、この話はとりあえず乗っかっていくわけですが、まあこうやってね、明るく良い赤いキツネ暮らしをと言ってね、その笑顔の裏に何があるのって思いつつも、そしてね、たぬきちさんにはこうやってね、どんどんね、舌を育てようと独立させようみたいな動きもしてるんですよ。でもね、せっかくこっちも豆吉、粒吉を手なずけてきたわけですから、そのまま渡すわけにはいかないわけですよね。まあこれもそのうち何とかしましょうというところなんですが、話は変わりまして、たぬきちからハッピーホームアカデミーとかいうね、まあ新しい宗教っぽい話をね、してくるわけですよ。もう名前からしてうさんくさいわけですけれども、まあこの会員さんには、まあ評価は勝手にやってくれるし、面倒なことにはならないからとかね、甘い蜜を吸わせるようなことを言ってくるわけですよね。いやー、たぬきち本当に悪巧みばっかりしてきます。そしてね、98,000ベルのローンを組ませていただきますみたいなね、何この笑顔っていう感じなの。
んですが、まあ、そっちがそう来るならこっちもね離島に行きまして、こっちも信者を集めればいいじゃないかということでね、このアクリルちゃんに声をかけに行きます。まあこのねこの子だけじゃなくていろんな子を呼んでくることによって数の暴力で勝ちましょうというのがこっちの作戦でございます。まあこのねアクリルちゃんもまあ嘘だなんて言わないでくださいねっていうぐらい心よく来てくれるということで、まあ解決していこうとなるんですが、今度はね日照権の問題が存在します。僕の家の前にねこうやって案内所建てたりするんですよ。いやもうぶっ壊してやりたいぐらいの気持ちになるんですけど、システム上そうもいかないということで、まあこっちも仕方ないんでね、引っ越しをさせていただくことになりました。でまあこうしてねスタマイパークの隣に引っ越してくることになるんですが、まあこれはこれで楽しく過ごさせていただいておりまして、マトリちゃんからマスクの支給をしていただきましてね、こういう手紙のやり取りとか楽しいですよね。まあこういうのもねスタマイコンセプトで、動物の森をやる楽しみの一つかなということで、早速ね感染予防ということでマスク身につけさせていただきましょう。まあこういうのも楽しみの一つですし、こうやってスタマイパークを駆けずり回るのももう一つの楽しみかなということで、これね作るのなかなか時間がかかったんですけどもね、最後このね怠け者のベッドに座って快眠というところで、このね QR 公開していきましょう。各2秒ごとの公開となりますので見づらい部分もあるかもしれませんが、その辺はご容赦ください。そしてねこの QR 読み取りに必要な手順ということで、下に簡単にテロップで、順番に説明をさせていただきました。まあ分かりづらい部分とかはネットで検索していただければなとは思うんですが、まあ簡単なやり方としてね一応気休め程度ではありますが、参考にしていただけたら嬉しいです。いやーでもねこうやって時間をかけて準備をしてきたからこそ、なかなかねあつ森を買ってからこうやって配信をすることができなかったわけなんですけども、まあ中にはちょっとねクオリティが不十分なものもあるかもしれませんが、一応ねこの QR を読み取っていただけると、そこのファイル名で一応その各キャラクターの名前は記載させていただいているので、判別できないキャラクターとかはそれを見ていただければわかるのかなーっていう感じがします。いやちょっとね大画面で見てる方とかは何このモザイクっていう状態になってるかもしれませんが、でもねさっきみたいにあえて駆けずり回ってちょっと遠目で見てみるとそれなりにそれっぽく見えるでしょ。まあそういうのもねこのスタマイコンセプトでやるどうもりの楽しさかなというところで、まあ一緒にやりたい方はぜひねこれ使って楽しんでいただけたら嬉しいです。推しキャラとかね、ぜひダウンロードしていってください。そして最後は拙いクオリティですみませんということで、クリスタルも配布させていただきました。でね、もしよかったらでいいんですけど、ダウンロードしましたって方はコメント欄とかに一言寄せていただけると嬉しいです。まあ僕の立場なんでね強要はできませんけれども、できればそうしていただけると嬉しいなというところでございます。そしてね赤いキツネ島らしい素敵なデザインですねと言ってもらえているように、コンセプトちゃんと決めましたよ。たぬき商店もきつね商店にしておきましたんでね、豆吉つぶ吉の店もこんな感じで楽しくやらせていただいております。そしてねこういうきつねのゲストも登場しまして、やっぱりねこういうきつねが登場してくれると心強い味方かなとも思ったんですけれども、いやもしかしたら彼に乗っ取られてしまうっていう危険もあるのではと思って、まあ彼はちょっと警戒しつつ接していこうということで、まあそんなエピソードでねこの赤いきつね島のストーリーはお送りさせていただければと思います。一応警戒してるということでね、穴の間に閉じ込めておきました。そんな結末で恐縮ではございますが、今回もご覧いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。というわけで、今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。